確認は済んだようじゃな。ここでの何という失態だ。奴らを逃がしてはならぬぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえよ。道を塞いじまうのが早いか。受けてみよう。氷の壁か。よし、ぶっ壊す。ダイナミック。親父を置いていくなんて嫌だ。急げ。親父の言う通りにするんだよ。打ち火っぽい。逃がさねえと言ったはずだ。あらら、やってくれる。助かったと思ったか。入るぞ。ここがお前たちの処刑場だ。おっとっと、ちょっとそこどいてくれるか。せい、うん、おいちすまん。エース、行こう。エースさんの覚悟を無駄にはできねえ。わっとわっと剣と麦わらを処刑しろ。おいおい、あれだけ暴れたんだ、もう限界だろ。ここで止まるわけにはいかねえんだ。受けてみよう。強くなってない。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は不要だ。どの道逃げられねえよ。あとは海軍を食い止めるだけだ。
広場が真っ二つに裂けただと。まだこんな力を。奴は本気でこのマリンフォードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。リエンス、あと少しで逃げ切れるぞ。受けてみよう。行くぞ。カラクサガラス、あいつ、親父をバカにしやがった。王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どれ、どこに間違いがある。一人でも多く生き残ることが親父さんの願いじゃ。イエスと弟の逃げ道を作れ。何十年もの間海に君臨するも王にはなれず何も得ず。行くぞ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。じゃあ俺たちに居場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。いや、カラクサガワラ聖剣って。ダメが分かった。いや、ダメはなし。分かった。なぜ爆発？分かった。次こそお前じゃ、麦わら。